もうなんか絶対買いたくない格好悪さなんだけどさ、なんか中国メーカーがパクったようなデザインかなと思ったけど、やっぱ中身はちゃんと BM でした。こんだけでかくして背高くして重くしてんだけど、前のクーパー S よりも実は進化しちゃってるっていうところがすごいですね。で、その印象はですね、これは1.6の直噴ターボと6速トルクエンティなんだけど、もう全然トルクエンティの方がいいなって感じで、発進からもう全てがスムースでトルク切れがないので、特にターボエンジンとトルクエンティってものすごく相性いいですよね。だからツインクラッチにして1回切っちゃうよりも、トルコンを使ってた方がずっとこうブーストが落ちないでいけるので、トルコン AT の方がむしろ気持ちいいなっていう感じです。で、まあ、ブレーキはもうメガの RS とかポルシェ GT3 並みに、もうメガネがもうこんなずり落ちるぐらい効くし、何なんだみたいな感じですね。でももう細かいところ至るところデザインがもうミニデザインされてるので、もうちょっと勘弁してくれっていうぐらいな感じですけど。もう裏 GTR だね、これはね。で、もうウルトラまとも。やっぱり日産にいるこう加藤博義っていう現代の名工が、久しぶりに彼がちゃんと仕事して作った車かな。まず驚いたのは CVT なんだけど、ホンダとかトヨタの CVT はもう常識的に一定回転いったらうーって言ってるだけなんだけど、これはちゃんと6000回転ぐらいまで上げたらちゃんと1回戻して、だからちょうどアウディのアルトロニックとかスバルのチェーン型 CVT みたいに、 CVT のこう嫌なところをうまくチューニングでなくしてますよね。2リッターのターボエンジンのトルクに耐えられるように作って、で、1回6000までいけば次のギアにあたかもシフトアップしたようにこう、ギミックなんですけど、でちょうど BM の X6 のハイブリッドも電気 CVT なんだけど、こういうようなこうチューニングを持ってるので、タコメーターがこうちゃんとこうなるんで、普通の多段の AT 乗ってるような感じで違和感がないし、でそういうところよくできてるし、トラクションの発進のエンジンの低速トルク、2リッターターボかな、それも十分そのトルクあっていいし、何よりもエクストレイルよりもこっちの方が質感が高いですね。乗用車っぽいっていうかね、そういうところもよくできてるし、ブレーキは ABS は普通で、利きも普通で、加速は多分タイム的にはそんなに悪くない。もう高速はもう小指1本分ハンドル切ったらもう隣のレーンに移っちゃうぐらい、ステアリングがもう締まってて、アジリティが高いし、車高高いんだけど、ロール剛性とかピッチングもなくて、だからハンドルも効く、ブレーキも効く、スロットルも感度がよく効く、
だから人間ドライバーがこう操作しようと思った時にものすごく素早くこう反応してくれるっていう部分ではもうミニを超えたミニみたいな感じですね。ハイテクというよりも技術をこう深掘りして車を玉成していくっていうところにね、そういうちょっと凄さを感じましたね。まあ外面は多分皆さん外から見てて、まあ、そんなにこう、アジリティの高い車には見えないと思うんだけど、乗ってみたらもうミニクーパー S を超えてるミニですね。だからこれだったら WRC でやっぱりチャンピオン取っちゃうんじゃないかなっていう気がします。足の感じいいね。高速周回路もあっても背の高い SUV なんだけど、ミニみたいにビンビンっていう感じじゃないんだけど、落ち着いてものすごく乗り心地がいいし、路面の細かい凸凹もうまくサスペンションで吸収してて、で背が高いんだけど安定性も高くて、ただ唯一気になるのはステアリングがちょっとスローなんですね、全体的に。だからもうちょっとステアリングにダイレクト感が出たら、もうこの車は一番バーゲンプライスとしてねおすすめしたいなっていう車ですよね。値段も245万。まあ、ティーダーという車のプラットフォームで作ってるんで、まあ、非常に安く作れるので、エクストレイルディーゼルが300万を超えてることを考えると、まあ、サイズはちょっと小さいですけど、このガソリンターボのデュークもいいし。素晴らしい。あのスピードでいけますね、これ。いけるな。なこれ。あまりにも高いスピードで入って高いスピードで出れるので、自分の体がもうこのシートではホールドできなくて、この室内でもいろんなところ膝がボカンボカンってこう当たるぐらい、もう6点式シートベルトでももも抑え込まないと無理なぐらいもう横 G が出ます。高いスピードで一発目のレーンチェンジができて、2発目もそのままパーンって、当然もう戻れないようなスピードなんだけど戻れちゃうと。だけど冷静に前後のブレーキをギコギコ言いながら細かく制御してるのが音で分かるんですね。で今まで乗ったどの車よりもリアの制御を、リアブレーキの、DSC、まあ、ESC の制御を使ってますね。だからフロントでかけてスタビリティ上げてリア引きしたり、もういろんなことをやって、そのダブルエンチェンジテスト100万回テストしたような感じの車ですね。だからちょっと驚き、やっぱりここまで基本性能の高さと緻密な電子制御を組み合わせる、だから究極のアナログとデジタルカーみたいな感じで、こういう車をこのセグメントでやっぱこだわってる BM っていうのは恐ろしい自動車メーカーだなと。もう完璧に止めてるわ。素晴らしい SUV ですし、やっぱ現代の名工ひろゆしが消えると。そうですね。これは横滑り防止装置の ESC 日産 VDC って言ってますけど、これ標準で持ってるので、でも FF 乗った時に VDC はなかったんだけど、でもこの基本性能の高さっていうのはこの車にあるんですね。だから今の日産車にすると言いにくいけど、珍しいぐらい基本性能がちゃんとできてて、真っ当な車っていう感じしますね。まあ、日産のこう実力っていうのはやっぱこのジュークを250万ぐらいで提供できるっていうのが日産の実力で、 SUV 背が高いですけど安定性運動性能も高いし、
意外と国産車の中ではおすすめのうちの1台ですね、これは。これここにいるぞ。なんかもう親が死んでもまずブレーキを止めてから、俺はそれが今大事なんだって言ってくれるぐらい一生懸命やって、2回目がちょっとステアリング先で入れると伸びるんですけど、伸びても車がこんなケンケンしながらも制動力を出し切ってますよね。ですからもう明らかにリアのブレーキ力を上げて、もうこう後ろ髪引くようにしてコン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 止めようとしてるんで、でもうライントレースも悪くないし、やっぱりこのぐらいまで攻めていいんじゃないかなと思うんだけど、なんとなくブレ緊急ブレーキ なことをドライバーを求めてんだけど、車の方が、そこまで緊急度をやってくれてないような感じなんですよね、他の車は。だからやっぱりそこは BM はドライバーの意思がちゃんと車に乗り移ると。ですから正しい意思と判断ができるドライバーが乗れば、 BM とかミニはもう本当に面白くなる車ですよね。だけど意思のない人が乗ったら宝の持ち腐れなんで、そういう人はこういう車に乗ってもあんまりこの車の性能を引き出せないかもわからないですね。なんとなくポワーンって乗ってたいっていう人には宝の持ち腐れになっちゃうと思う。ですから BM とかミニ乗る人は自分の意思をはっきり持って的確な操作ができるようになれば、車は十分応えてくれますよね。で背の高い、もう隣のデュークと比べても何ら変わんないぐらい車の背の大きさですから、車が大きいとか背が高いとか重いとかっていう言い訳はもうこの車には存在しない。ロバスト製のばらつきはないんですけど、結果として60-61m なんですけど、もうペダル上は1回目と2回目が全然フィーリングが違くて、軌跡もですね、1回目は勝手に外行って、知らないうちに勝手に内側に入ってきたりとか、まあ、ドライバーはもう一定の動力ブレーキ踏みつけステアリングコーなんですけど、まあ、あとはコンピューターがまあ、ABS のブレーキの液圧をコントロールしたりしてるんですけども、それが何かこう脈絡がないっていうか、それで外行ったり内へ入ったり、まあ2回目みたいに一定のアンダーステアで行ったりですから、よくわからないね、車が。そうするとわかんないから、なんかもうちょっと会話ができないんで、まあ、いざという時のこう信頼度みたいなものがなんか得られにくいなっていうのは残念ですね。まあ、せっかく現代の名工が一生懸命ボディとかバネとかダンパーをチューニングしたんですけど、国の基準があって、多分社内のこういう最低限の品質基準があって、そこだけ多分全部合格してるんでしょうけど、もうちょっと細かくこういう安全に関わるところのデバイスはドライバーが安心して使えるようなシステムを構築しないと、最後はもうドライバーがどれだけ車信頼して操作していくかというところに関わってくるし、だからなんかもうコンピューター恐怖症に自分はなってきちゃうよね。でもそのコンピューターで最後エアバッグの出力まで決められてるから、本当にどこまで信用していいのかなっていう気にちょっとなってきます。まあ、でもそれはこういうクリティカルな条件の中で
あの出てきたことなので、こういう問題点が全てではないんですけど、まあ、こういう走りをするとこういう部分あるよねっていう話ですね。